おかわり太ラジ。さあ、おかわり太ラジです。おかわり太ラジでは、私カゴノブアキが自腹を張ってトト、そしてウィナーを買っていこうと思います。トトとウィナーというのはですね、トトはまあサッカー口です。いわゆる皆さんもよくご存知のトト、まあ全試合をあれだとね、予想していくとあれなんですけれども、まあ、私、カゴノブアキがですね、自分のお金で J リーグのトトを買って収支をちゃんとつけていこうということです。これね、僕も考えたんですけど、トトの全部のやつやっていくと絶対当たらないじゃん。ほとんど当たんないじゃん。そんなに自腹張って何千円も買うわけじゃないから当たるわけないじゃんと思ってさ。なのでトトミニの方を買っていこうかなと思います。まあ、トトミニというのはですね、5試合の予想ができる。5試合をもちろん配当は少ないんですけれども、当たってもミニトトという5試合を予想するやつでなんとか収支をプラスに持っていこうというそんな、コーナーになっています。あとウィナーは、1試合のスコアを予想することによって配当を得られるというコーナーなんですね、というくじなんですけれども、そちらの方をねやっていこうと思います。本当にマジでお金出していきますのでね、はい、収支をつけていきましょう。ということで、もちろん関西のラジオなんで関西のチームを中心として買っていきます。まずはトトいきましょう。トトミニ、今回のミニトトはですね、 A 組と B 組っていうので分かれているんですけれども、今回を私が買うのはトトミニトト A 組。組み合わせは F、横浜 F マリノス対浦和レッズ、札幌対神戸、ガンバ大阪対鳥栖、福岡対セレッソ大阪、そして名古屋対京都。まあ、関西のチームが非常に多いということで、私これの方、今買っていきたいと思います。楽天銀行さんにログインをしてね、銀行からそのままね買えるんですよね、トトが。なんて便利なんだと言いつつもこれ買っちゃうんですよね、結構ね。さあ、ということでトトミニ行ってみましょう。予想という点では難しいところはありますけれども、まずは横浜 F マリノス対浦和。横浜 F マリノス対浦和、前回横浜 F マリノスは川崎フロンターレに対して2対1、強かったですね横浜 F マリノスね。まあ今年も横浜 F、 川崎フロンターレがやっぱ選手がバリンと抜かれたのに、対してやっぱり横浜 F マリノスは岩田選手くらいしか抜けていないというのは結構大きいのかなという気はします。だからこのスタートで横浜 F マリノスはグッと来るでしょうから、強いでしょうね、ホームですしね。で逆に浦和は FC 東京に2対0と負けました。まあ、新監督スコルツァさんの下で開幕戦負けということで、ちょっとまだ、調子が上がってないなという感じがします。まあ、両チームともこれ対勝してるわけじゃないので、やっぱりここは横浜 F マリノスの勝利にかけたいと思います。では続いて札幌対神戸。札幌は前節0対0広島と引き分けています。そして神戸はアビスパ福岡に1対0と勝利をしています。これは難しいですね。神戸もちょっとギリギリのところでね、セレッソ大阪からの加入のジェアン・パトリック選手がゴールを決めて、かろうじて勝利というような感じでした。まあただ思うと、もしかすると、まあ、簡単な予想にはなりますけども、札幌0対0でしょう。監督ペトロビッチでしょう。絶
対次ホームで勝ちに来ると思うんですよ。絶対攻撃的に来ると思うんですよ。そこでやっぱジェアン・パトリックじゃない？あのスピード、圧倒的スピード、あれ J1 だと、 J1 でもトップクラスですよ。なのでここはアウェー神戸の勝利にかけようと思います。ガンバ大阪対トス、ガンバ大阪勝ちです。言葉はいらない。そして、福岡対セレッソ大阪、ここ難しいですね。アビスパ福岡はディフェンスのチームとして知られていますが、今回神戸に1点を取られてしまいました。で、一方セレッソ大阪は前節新潟相手に2対2引き分けています。難しいけど、まあ福岡のディフェンスの堅さにかけますか。引き分けで、名古屋対京都、名古屋は横浜 FC を相手に敵地で1対0と勝利をしています。そして一方京都サンガ FC、まあこの京都のラジオを聞いてる方は、まあこれラジオじゃないんだ、ポッドキャストだ、まあろくでもねえ試合だったなっていうのは皆さんも分かってる通り、ちょっと今年の京都きついなっていう感じは、序盤は絶対きついなっていう感じはしたんじゃないですか。やっぱりね、なかなか2年目ってのは難しいもんですね。ああやってちょっとうまくいって、まあうまくいってないのか昨シーズンもな。まあ張さんが良くも悪くも変わらないでやろうとしてるから、逆にこうもうちょっと辛い時期って続くのかなっていう気はしないでもないです。で、名古屋もまあ横浜 FC 昇格組を相手に1対0と、ちょっとなかなかいきなり攻撃力がバーンと来るわけじゃないなあという、まあ長谷川健太さんだから攻撃力バーンはいかないよね。なので引き分けにしときましょう。引き分け、はい、ということでこれで100円、一口100円です。横浜 F マリノスのと浦和は横浜 F マリノスの勝利、札幌神戸は神戸の勝利で、ガンバ大阪対鳥栖はガンバ大阪の勝利で、福岡対セレッソ大阪は引き分け、名古屋対京都が引き分けという予想をしました。予算1000円と考えているので、もう一口いくか、もう一口、じゃあちょっと迷った福岡対セレッソ大阪のセレッソ大阪にかけよう、勝利にかけよう。これで200円です。はい、ということでこの200円で今日はかけたいと思います。結果はまた来週お楽しみに。で、これで暗証番号を入れてと、暗証番号を口で言いそうになったわ今。購入完了です。200円、払い戻しは2月28日です。楽しみですね。では続いていきましょうか。続いてはウィナーズです。あ、ウィナーじゃない、ウィナーズじゃないウィナーです。ウィナーの方もですね、私この楽天、僕楽天銀行入ってるんですけれども、この楽天銀行から直接買えるということで非常に便利、本当に便利。もう昔はなんて言ったかな、コンビニとかに行って買ってた覚えあるんですけども、こんなに楽に買えちゃうともう出費がかさんでしょうがないですね。はい、ということでウィナーサッカーくじ購入したいと思います。これも僕は関西のチームを中心に選んでいきたいと思います。予算1000円なんでね、あと800円あります。で、札幌神戸選択しましょう。札幌神戸スコア、僕はこれ神戸の勝利にかけたので神戸の勝利として、でもまあ勝ちに来てる相手だから、もしかしたら大量得点あるかな。よし、一口、あのちなみにウィナーって一口200円なんですよ。だからかけるとしたら一口、
神戸の勝利だと1対0での勝利が 4.5 倍、2対0の勝利が 6.1 倍、1対2が 5.0、 3対0が 14.3 か、で1対3が 9.5 か。うん、よし、じゃあ 9.5 にかけよう。1対3、神戸が3点、札幌が1点、これで200円です。札幌1、神戸2、神戸3で決定しました。いやー、まあ神戸がねたくさんのゴールをできるだけ取ってくれることを、まあ、予想して選んでいました。では続いていきましょう。続いてガンバ大阪対鳥栖、まあ、ガンバが勝つことは決まってるんで、にしても鳥栖、前回の試合で鳥栖がね結構湘南にボッコボコに点取られてるじゃないですか。でボコボコに点取られたチームって、あの鳥栖って前回1対5で湘南に5点食らってるんですよ。でじゃあ鳥栖が守備弱くて次も大失点するかっていうと、大体そんなことないんですよ。大体大量失点した後っていうのはなかあんまり失点しないもんですよ。あれ、じゃあガンバ勝てねえのかスコアレスドローとかあったりするのかな。今自分で喋っててスコアレスドローあるかもしれんなと思っちゃった。でもまあおそらくガンバの大量得点はないと思います。勝つとしても1対0なので、ここ2口買いましょう。ガンバの1対0勝利、そしてトスとの0対0の引き分け入れましょう。これで400円。買っちゃったわ。これで、あと残り200円、どこ行こうか。名古屋対京都、これ引き分けって予想したね。引き分けにしても今の京都だったら0対0ってのはちょっと考えにくいよね。あ、やっぱりオッズが0対0は 6.5 だけども1対1が 3.6 になってる。これだとちょっとでも1対1にかけるのはなんとなく損な気がするな。なあ、うん、よし頑張れパトリック。2対2に一口かけます。さあということで2対2に一口かけるとすると、でこれで予算1000円使い切りました。なんかねこうやってお金かけちゃうとすっごい応援したくなりますよね。ということで、トトミニミニトト横浜 F マリノス対浦和が横浜 F マリノスの勝利、札幌対神戸が神戸の勝利で、ガンバ大阪対鳥栖はガンバの勝利で、福岡対セレッソが引き分けとセレッソの勝利、そして名古屋対京都は引き分けという予想しました。でウィナーの方は、あ、一回ちょっとログアウトしちゃったな。ウィナーの方はですね、札幌神戸が神戸の3対0勝利かけました。ね、まあ、こうやって、ビナーを買ってるとですね、銀行からログアウトしちゃったりとかね、なかなか面倒くさいことが起こってるわけですよ今。ただこの銀行のサイトからそのまま買えるっていうのは本当に素晴らしいですね。気楽です、本当に気楽です。
残高1000円減ってるわ。ということでサッカーの予想ウィナーをご紹介をするとですね、私のウィナーは札幌神戸が1対3と予想しました。で、購入履歴を見ればいいのかですね。購入履歴を見ればいいですね。でガンバ大阪対鳥栖はガンバ大阪の1対0の勝利、そしてガンバ大阪鳥栖 の0対0の引き分けもダブルで勝っていました。そして名古屋対京都はちょっとオッズが高かったんで2対2引き分けに予想していました。これで予算、1000円です。当たることを祈って、ということでおかわりふとらじおかわりのコーナーでした。ということですんげーゆるいコーナーをやりましたね。初めてなんでちょっと無言になってしまう場面もありましたけれども、いろいろトラブルがあったんだと思ってください。ということで来週からも私このふとらじで、自腹を切ってお金出していきますので、結果をお楽しみに。もしプラスが出たら皆さんに還元いたします。はい、僕の私欲には使いません。さあということで、そろそろお別れの時間やってまいりました。来週からはまたこのふとらじおかわりの方ももうちょっとコーナーを作って頑張っていこうかなと思っておりますので、ポッドキャストの方もよろしくお願いいたします。フットボールラウンジではいろいろメッセージ募集しています。シャープおとふと、ハッシュタグシャープおとふと、おとがひらがな、ふとがカタカナ、こちらでメッセージなど募集をしております。そして籠信明の SNS で流れるメッセージフォームからお送りいただいても構いませんので、よろしくお願いいたします。そして籠信明のホームページオープンしました。籠信明.com で、あ、カタカナじゃないですよ、アルファベットですよ、籠信明.com で、よろしくお願いをいたします。ということで改めて、カゴノブアキのフットラボールラウンジお別れの時間やってまいりました。来週もぜひ FM お得に、木曜午後8時半そしてこのおかわりフトラジでお会いをいたしましょう。カゴノブアキでした。バイバーイ。